本項目では、登山における最高到達高度の記録について述べる。ここでは二つの記録を扱う。到達高度の記録は、人類が到達した最も高い地点の標高を指し、そこが山頂かどうかは問わない。一方で、登頂高度の記録は、登頂された最も高い山の標高を指す。どちらの高度記録も1953年に、 エベレストが初登頂されるまで更新され続けた。870年頃に文人の宮古義カが書いた富士山記に富士山頂上についての最古の記録があり、義シ本人が登頂、または実際に登頂したものに取材したものと見られている。それ以前の663年に縁のオズヌが富士山に登頂したという伝説がある。905年に アブードラフ・カズラジがイランのダマーバンド3に登場した。ただしこれ以前にも登場されていた可能性がある。ダマーバンド3より低いが1289年にメキシコのポポカテ・ペトル山に現地の部族が登場したと記録されている。230年後の1519年にエルナン・コルテスの部下ディエゴ・デオルダスラ3人がヨーロッパ人として初めて ポポカテペトル山に登頂した。これはかつて登頂高度記録と考えられていた。ヨーロッパ人がさらに高い山に登頂するのは300年以上経ってからである。ユーヤイヤ湖はヨーロッパ人が世界最高峰を探査する前にインカ人によって登られた。ヨーロッパ人のヒマラヤ探検は19世紀中頃から本格的に始まった。その時代にヒマラヤを登ったのは 第三角測量の測量技師だった。1850年代から1860年代に彼らは測量のために6100メートル以上の山を数十方登り、6400メートル以上の山を数方登った。その時に人類が到達していなかった最高点まで登ったと主張されることもある。それらの主張の多くは今では間違いとわかっている。それ以前に、 インカの人々が宗教上の理由からアンデスの後方に登っていたのである。アンデスにある標高6739メートルの山、ユーヤイヤコの山頂からは3体の子供のミイラが発見された。1500年頃に生贄として捧げられたとみられる。アンデス最高峰のアコンカグアでも約6900メートルの頂上稜線でグアナコの骨が見つかっており、 インカ人がそこまで登っていたことが示唆されている。先、コロンブス時代にアンデスの最高峰が登頂されていた可能性は排除できない。その一方で、ヒマラヤでは約が6100メートルの高さまで登っていることが報告されており、夏には接戦が6500メートルの高さまで達することがある。 おそらく現地の人々は獲物を探しにそのくらいの高度まで達することもあっただろうし、通称ルートを探すためにより高く登ることもあっただろう。しかし、彼らはそこで生活していたわけではなく、ヨーロッパ人が到達する前にヒマラヤの頂に登ろうと試みた証拠はない。初期の最高到達高度の記録には、現地の地理に関する知識の不足と、 不完全な測量のせいで不明瞭なところがある。はじめに視聴されていた標高の多くは、後の調査で改定されている。1862年に、カラシーという名前のインド人測量上手が標高7000メートルを超えるシラに登場したと記録されていたが、後の調査で6111メートルに改定された。三年後に第三角測量のウィリアム・ジョンソンが中国に不法入国し、 ポンドン山脈の7280メートルの山に登頂したと主張したが、後に6710メートルと分かった。グラハム、ボス、カウフマンは1883年にカブルー北方の10メートル下まで登った。もしそれが正しいならば26年間破られない高度記録を打ち立てたことになる。測量技師ではなく純粋な登山家として初めてヒマラヤに登ったのは、 イギリスの弁護士、ウィリアム・グラハムとスイスのホテル経営者、エミール・ボス、スイスの山岳ガイドのウルリヒカウフマンである。彼らは1883年に、ヒマラヤの様々な地域を登った。数ある中でも特に挙げられるのは、ガルワール・ヒマラヤのデナギリの標高6900メートル地点に、到達、チャンガバン登場、カンチェンジュンガの南にあるカブルー北方の山頂10メートル下まで、 到達、などである。しかしその登頂の多くは疑われている。彼らが嘘をついたというわけではなく、地図の不明瞭さによって実際にどの山に登ったのかが不明確になり、科学的な計測よりも希望的観測によって標高を推定していたとされる。チャンガバンの記述は実際の山と矛盾しており、すぐに疑われて1955年までに真面目に、 受け取られることはなくなった。しかしカブルー北方についてはすぐに却下されることはなかった。特に矛盾点はなく、1994年のアンスワースの記事や2009年のブレイザーの記事では、グラハムの登場を疑うところはないとしている。もし彼らが実際にカブルーに登っていたとすると、その後26年間破られなかった高度記録を打ち立てたことになる。 9年後の1892年に別の到達高度記録がマーティン・コンウェイによって主張された。マティアス・ツルブリッケンとチャールズ・グランビル・ブルースと共に、コンウェイはバルトロ管理を登り、パイオニア・ピークと名付けた衛星法に登頂した。気圧計は22,600フィートを示しており、コンウェイは7,000メートル以上に死者誤入して切り上げた。 しかしこのピークはその後の測量によると6499メートルに過ぎなかった。1897年にツルブリッケンはガイドとしてアコンカグアの初登頂に成功した。顧客が途中で登れなくなったので頂上では単独だった。グラハムたちの登山を除くと当時の最高地点に到達したことになる。アブルチコート ガイドがチョホリザのアイスホールを登る7000メートルの壁が破られるにはあと数年を要した。1905年7月にトムロングスタッフとガイドのブロシュレル兄弟6人の現地人ポーターはグルラマンダータに挑み、アコンカグアより高い7000メートルから7300メートルの地点まで到達した。1907年にロングスタッフとブロシュレル兄弟はヒマラヤに戻り、 6月12日に、グルカ兵のカルビルブラトキと共にトリスルに登場した。トリスルは、疑惑なしで登場された初めての7000メートルミネとなった。数ヶ月後の1907年10月20日に、ノルウェーのカール・ルーベンソンとモンラード・アースは、7338メートルのカブルー北方の山頂から50メートル以内まで達した。グラハムたちが24年前に実際に、 カブルーに登頂していたと、ルーベンソンが後に信用したことは、注目に値する。疑いのない到達高度記録は、1909年に、アブルッチ港によって更新された。K2 遠征に失敗した後、アブルッチ港はチョゴリザに転身し、山頂から150メートル下の7500メートル地点まで到達した。しかし、ノームのためそれ以上は進めなかった。 疑いのない登頂記録は1911年6月14日に8メートル更新された。スコットランドの科学者、探検家、登山家のアレクサンダー・ケラスとセルパのソニーとトゥニーの兄弟は標高7128メートルのパウフンリに登頂した。しかし20世紀末までこの山の標高は7065メートルだと考えられており、当時は 記録を打ち立てたと認識されていなかった。エベレスト北面。1920年代、30年代にイギリス隊が遠征した。到達高度記録はイギリスのエベレスト遠征まで破られることはなく、その後、エベレスト以外の山に記録を譲ることはなかった。1922年のエベレスト遠征では、ジョージ・マロリー、ハワード・サマベル、エドワード・ノートンが5月20日に、 人類史上初めて8000メートルを超え、無酸素で8225メートルに達した。3日後に、ジョージ・フィンチとジェフリー・ブルースは、酸素ボンベを使って8326メートルまで到達したが、酸素ボンベの不調により引き返した。1924年の遠征で最高到達記録は、再び破られた。6月4日にノートンは動けなくなったサマベルを残し、 一人で酸素ボンベを使わずに北壁をトラバースしてグレートクールワールの8570メートルまで達した。数日後にマロリーとアンドリュー・アービンが酸素ボンベを使って頂上へ向かったが、そのまま行方不明となった。どこまで登ったのかは謎のままである。ノートンの記録は28年間破られず、また無酸素という条件では54年間破られなかった。 イギリスはその後もエベレストに遠征隊を送り、1933年にはローレンス・ウェイジャー、パーシー・ウィン・ハリス、フランクス・マイスが無酸素でノートンと同じ高度まで到達したが、それを超えることはできなかった。ナンダ・デビは第二次世界大戦前に登頂された最も高い山となった。到達高度の記録は九百五十年代まで更新されなかったが、登頂高度の記録は、 この時期に5回更新された。まず1928年9月15日にドイツのカール・ウィーン、オイゲン・オール・ウェインとオーストリアのエルビン・シュナイダーがソ連のレーニン法に登場した。これはそれまでより6メートルだけ高い。次の前身は1930年の国際隊によるカンチェンジュンガ遠征の副産物として生まれた。彼らはカンチェンジュンガには登場できなかったが、 近くのより低い山で成果を残した。エルビン・シュナイダーは5月24日にキラトチュリの近くにある7177メートルのネパールピークに登頂し、また6月3日にシュナイダーとヘルマン・ヘルリンは7462メートルのジョンサンピークに登頂した。翌年、登頂高度の記録は再び破られた。フランクス・スマイス、エリック・シプトン、RL ・ホールズワース、 レワ・シェルパは1931年6月21日にカメットに登頂した。登頂高度記録は第二次世界大戦前にもう一度更新された。1936年にビル・ティルマン、ノエル・オデールは8月29日にナンダ・デビの登頂に成功した。アンナ・プルナ。初めて登頂された8000メートルボン。第二次世界大戦の後、 ヒマラヤの政治的状況は大きく変わった。中華人民共和国が成立し、チベットを併合。一方で鎖国により閉ざされていたネパール王国が国境を開いた。これにより、西側の登山家にとっては、エベレストに登る戦前のルートが閉ざされることになったが、エベレストの南側を含むネパールの山に初めてアクセスが可能になった。エベレストの前に、 さらなる登頂記録が更新された。フランスのモーリス・エルゾー・グトルイ・イラシュナルは1950年6月3日にアンナプルナに登頂し、初めて8000メートルを超える山を制覇した。この登頂は、登頂で2人の手足の指を30本、切断するという犠牲を払うことになった。南から見たエベレストの上部。1950年代の遠征隊が登った南東領は、 右の両線。初登頂前の最後の高度記録である南方は頂上の右下に見える。初めて南側からエベレストに挑戦したのは1952年のスイス隊だった。レーモン・ランベールとセルパの天神ノルゲーは5月26日に約8600メートルまで上り、これまでの到達高度を更新した。スイス隊はこの年の秋にも挑んだが、 春のランベールと天神の高度を超えることはできなかった。翌年1953年の登山許可はイギリスが取得した。5月26日にチャールズ・エヴァンスとトム・ボーディロンは8750メートルの南方まで到達。しかし酸素ボンベの不調により引き返した。5月29日、ついにエドモンド・ヒラリーと天神・ノルゲーが南方を超え、エベレスト初登頂を果たした。 ファニー・ブロック・ワークマン女性登山家は20世紀初頭には珍しく女性の最高到達高度は男性よりも遅れをとった。1906年にファニー・ブロック・ワークマンは夫と共にヌンクンの衛星法ピナクルピークに登頂した。この高度記録は28年間破られなかった。ヘッティ・ディー・レンフルトは1934年に夫のギュンターとシーア管理製法に登頂した。 この登頂記録は40年間破られなかった。1954年に、クロード・コーガンは、長流の7600メートル地点まで登った。女性による初めての8000メートル本登頂は、1974年に、マナスルで達成された。5月4日に、中世子直子、内田雅子、森美恵子の3人が、セルパのジャンブーと共に登頂を果たした。 一年後の5月16日に、田部井淳子は、女性初のエベレスト登頂を果たした。女性が初登頂した山で最も高い山は、ガッシャーブルム3法である。1975年に、ワンダール・トキエビッチ、アリソン・チャドウィックが二人の男性と初登頂した。ありがとうございます。